フアンパブロカリーソはアルゼンチンビジャ・コンスティトシオン出身のサッカー選手であるリーガ・パラグアージャのセロポルテーニョ所属ポジションはゴールキーパー2006年にティロフェデラル戦でリーベルプレートのトップチームデビューアルゼンチン代表経験のあるヘルマンルクスからポジションをダッシュし政治系に定着した2007年夏にイタリアのラツヨへ移籍した引退した 元イタリア代表のアンジェロ・ペルッツィの後継者として期待されていたが信じられないミスを連発してフェルナンド・ムスレラに政治意見の座を奪われてしまった。2009年7月24日にレアル・サラゴサへレンタル移籍。サラゴサでは序盤戦からレギュラーを務めていたが年明け以降はアトレティコ・マドリードから加入したロベルト・ヒメネスにレギュラーを奪われた。 2010年7月7日、フルスリーベルプレートにレンタルで復帰。政治 2K、e、として活躍したが、チームは史上初となるプリメーラビーナシオナルへ降格するなど、散々な1年を経験した。2011年6月30日に、レンタル元のラツヨに復帰。娘らは、すでにトルコのガラタサライに移籍していたが、後釜として、カリアリから加入したフェデリコ・マルケッチと、 アルバノビサーリが在籍していたため、ベンチ外の日々が続いた。冬の遺跡市場では、ホンダ・ケースケとのトレードでチェスカ・モスクワへの遺跡が噂されていたが、2012年1月31日にエスティディアンテスへレンタル遺跡した同胞のマリアーノ・アンデハルの後釜として、カターニアへレンタル遺跡。遺跡後は、定位置を確保した。シーズン終了後にラツヨへ復帰したが、前、 シーズンと同様に、第 3GK 扱いとなり出番はなかった。2013年1月31日、ルカカステラッツの負傷により、GK 不足となっていたインテルへ、レンタル移籍。サミール・ハンダノビッチの出場停止により3月10日のボローニャ戦で急遽先発出場したが、後半にアルベルト・ジェラルディーノにゴールを許し、これが決勝点となって0から1で敗れた。 2013年7月、インテルは、カリーソとの契約を2015年6月30日まで延長。その後は、コッパイタリアや UEFA ヨーロッパリーグなどで定期的に出場機会を得たものの、2017年5月に2016から17シーズンをもって対談することが発表され、2017年5月28日のウディネーゼ戦に先発出場を果たし勝利に貢献した。 2017年6月8日、メキシコリーガ MX の CF モンテレーへ自由遺跡で加入。2007年夏、ラチオへ移籍するに際し、イタリアに期限を持つという先祖を証明する書類が認められず EU パスポートを取得できない問題が起きた。遺跡先のラチオは EU 外選手の枠がすでに埋まっていたので、仮位層を遺跡元であったリーベルへレンタル遺跡で送り返した。 ラツヨは大体措置として、ウルグアイ人 GK、フェルナンド・ムスレラを獲得した。結局、カリーソが正式に、ラツヨの一員となることができたのは1年遅れの翌2008年、夏であった。2007年4月18日に行われた、チリ戦で代表デビューを飾った。その後もコンスタントに代表に招集されていたが、前述のラツヨでの失敗もあって2010フィファ。 ワールドカップに向けたメンバーには選出されなかった。コパアメリカ2011では第 3GK として招集された。ありがとうございます。